はい、こんばんは、チパ3号です。今日はですね、今、台風が近づいてきています。台風14号だったかな。ね、それに一応午前中から、朝からですね、ベランダの方、いろいろ風で飛ばないように片付けたり、ね、自転車とかもね、倒れないようにくぐってきたりとかね、台風対策は万全に過ごしました。それとですね、もう一つ、シュミレーションですね。シュミレーション。台風で停電したらどうやって晩酌するんだろうかと、今シュミレーションしてます、ね。とりあえず乾杯です。乾杯。ね、台風対策。当然、食料。食料はまあちょっとでいいんですけど、飲料、ドリンクですね。ドリンクはたくさん買ってきました。ね、で氷もたくさん買ってきました、ね、これで停電してもね、美味しいビールが飲めるということでね、うん、ただ停電、今停電してるわけじゃない、停電のシミュレーションで部屋を消して美味しく酒が飲めるのか、ね、今やシミュレーションしてます、うん、もしかしたら明日ないし月曜日台風が来るか、ね、停電するかもしれないのね、今やってます。で、とりあえず乾杯。向きも分かりづらいですね、飲むと。うまい。やっぱ、暗闇でもうまい。うん。それが酒。ね。で、今日当てはね、ちょっと見づらい。ローソンで売ってる200円。ウィンかな。ウィンラー弁当。みんな。シュープ。ローソンは、この200円弁当シリーズですか。これはですね、いろんなやつがあって、何やったっけ。とりあえず最初にウインナー弁当が出たんです、ね。その後に、あといろいろ、チキンナゲット弁当。ほんまにご飯半分、おかず半分。で、安いんですよね。シンプルでね。なんか、ローソンの企画の人も10年かけて、だから10年間、企画段階で上の、上層部に蹴られて10年目にやっと通ったという企画ですね。はい。あと、なんとか弁当と忘れちゃいましたね。飲んでるからね。まあ、適当にローソン検索してみてください。とりあえず最初に出たのがウインナー弁当。ね、ウインナーが1、2、3、4、5本かな、うんね、ちなみに、今停電してるわけじゃないです。わざと電気消してその辺のランタンをつけて食べてるだけですからね。ねちょっとシミュレーション。ね。うん、美味しい。なんか、いい感じもするんですけど、ストレスですね、これやっぱり。なんか、エアコンが効いてるからなんかすごそうやけど、これエアコンなかったらダメっすね。とりあえず、ライトアップしましょう。え？使えへんやん。これ？あ、こっか。はい、着きました。改めて乾杯です。いただきます。うめ。うまみっすわ。ウインナーいただきます。うん、うまい。本当やったらね、今日競馬予想でもしようと思ったんですけど、2週競馬やってません。うん。やっぱりね、マカ引きにね、かなりかけて負けたということと、ね、この間の空手を買っておけばいいのに、エヒトにつぎ込んでしてる、空手にやられたっていうのがあって、かなり厳しいですね。あれから落ち込んで、なかなか競馬をする気は起きない。また、来週ぐらいからはね、やってみようかなと思っています。とりあえず今日は台風が近づいているということで、こういう、とりあえず今無事ですよということと、
うん。なんか、何だっけ。よう忘れますね。うん。うん、台風対策、ね。皆さんの家も台風対策してますかね、ちゃんとね。まあ、今回の台風はちょっとかなり大きいんで、気をつけてくださいね。やっぱ停電が一番怖いですね、思うのはね。本当はね、ポータブル電源とか欲しいんですけどね、ポータブル電源ね。100ボルトのコンセントが付いてるやつですね。結構高いんですけどね。これから震災っていうのは、地震もそうなんですけど、ね、災害が来るとね、やっぱ100ボルト電源がいるのでね、やっぱり欲しいですね。誰かくれる人があればください。うめ。あ、それからですね。後ろ。僕ね、おぼかたさん好きなんですよ。おばかさはるこさん。何細胞でしょう。あ、スタップ細胞。あります。スタップ細胞はあります。というよりは、先々そういうものが必ず発見されると思っています。おばかさん。今何してるんですかね。懐かしいですね。あとはどうでもいいんですけど。けど、ここの破壊だ。破壊だの好きですね。これはギル破壊だですから、ちょっとあれですけど。おぼかたさん。ね。おぼかたさん。おぼかたさん、好きです。連絡ください。うん。今日はなんか変ですね。こういうこともありますから、ね、とりあえず皆さん台風の対策を万全にして晩酌してください。それでは、ね、乾杯。チュパ3号でした。朝から飲んでるからちょっとヘラヘラなんですよね。